今回のご報告に至りまして、大変報告するべきことか、報告するべきことじゃないか、大変悩みました。いろんな人たちからお声をいただき、チャンネルを応援してくださっている方からもお声をいただき、まあ、そして自分の中で決めて今回のことを話すことをしました。話すことを決めました。キュウコちゃん TV メンバーの三男として活動していた私の実の弟でもある三男が去年交通事故で亡くなりました。享年19歳。事故に遭わなければその1週間後が20歳の誕生日で、20歳の誕生日を迎えられずこの世を去ってしまいました。事故について簡単に説明させていただきますと、弟が当時乗ってたバイクは YZF R3、 その後ろに搭乗者の方、弟の友人を乗せて二人乗りで走行していたところ、右折車両の車と接触を起こし、弟に関しては出血多量でほぼ即死の状態でこの世を去ってしまいました。簡単に言いますと、信号のある交差点内で、十字の交差点内でよくある定番な右直事故を起こしたという。今回は話すべきことじゃないのかもしれないですけど、本来は話すべきことじゃないと思うんですけど、事故を起こした相手に関してちょっと説明の方させていただきたいと思います。事案が事案なので、事故を起こした相手に関しては外国人の方で、まあ、その人は車の免許を持っていなかったんですよ。免許を持っていなくて走行していた。そしてたまたま弟と接触事故を起こし、やった外国人の方に関しては弟を助けることもなく逃げた。なので今回の事故はひき逃げ死亡事故という形になりました。正直言ってもうやりきれないですよね。弟が事故をして亡くなった後も、普通に帰ってくるんじゃないかっていう感じで、家には食べかけの食べ物や飲みかけの飲み物、パソコンの電源をつけっぱなし、ゲームもやりっぱなし、だからいつでも帰ってくるんじゃないかなっていう感じだったんですけど、全然帰ってきもしないし、本当に弟の葬儀の時に聞いたのは、弟の友人たちでも20歳の誕生日迎えた後みんなでお酒飲みに行こうよって話で、いろんな子たちと約束してて、それも何一つ叶わず、でも本当に全てが途中だったのに突然こういったことが起きて、だから兄として何もやれなかったっていうのが、何も助けてやれなかったっていうのが悔しいっていうのが、いつも何かあればそれに手を差し伸ばして何かしらやってたのに、今回に関しては何もできない。どんなに願っても、どんなことをやろうと思っても助けることができない。弟もう多分すごい悔しいと思います。やり残したこととか後悔とか多分あると思うんですけど、それ以上に多分俺もすげえ後悔があって、本当事故に遭わなければ1週間後が誕生日で、去年弟と一緒にグローブ買いに行ったんですよ。グローブ誕生日だからグローブ買いに行って、あの子はずっと
お下がりだったんで、ヘルメットもグローブも。バイクに関しては、父親が乗ってたやつを自分が乗って、その後、弟が乗ってって感じで。だから、その時に、まあ、グローブ買いに行ったんですけど、本人はなんか、好みのがなくて、また今度でいいって言ったんで、自分が、じゃあ来年待てたら、来年まで待てたら、成人の祝いと、専門学校卒業と、誕生日。だから、ヘルメット、インカム、グローブ、この3点セット、買うよって言ったら、だから覚えてるんですけど、本人はニコって笑って、え、本当って言って、そこでその話終わって、で、事故に遭わなきゃその2日後に買いに行く予定だったんですけど、もう買いに行かず終わってしまったんで、だから本当に悔しいっていうか、なんでこんなにもでき、こんなにもできないことはあるんだなって自分の中で、いつも何とか気合とかで何とか乗り切れてたのに、今回会社どんなに気合を込めても戻ってこないし、いつも仏壇の前で合わせても弟に声が届いてるかわかんないけど、全然何も言ってくんねえし、だから結構きついっすよね。やっぱ4兄弟、男4人兄弟だったんで、自分ならは常に4人で行動してたんで、だからすげえ悔しいなって。男4兄弟で、次男と自分が2つ離れてて、で、三男、今回亡くなった三男に関しては自分と3つ年が離れてて、一番下の弟に関しては7つ離れてるんですけど、自分と。でも次男と三男は年後で1つ違い。で、三男と四男は4つ違いで、ちょうどいいところにあの子いて、だから4兄弟で自分のことはお兄ちゃんって感じ見てて、年子の次男に関してはなんかライバル心抱いてて、一番下の子に関しては弟って感じで見てて。だからたくさんやっぱ思い出はありますよね。各個人で。やっぱ4人いるんで、その時の組み合わせによって1番目と3番目と4番目だったり、1番、2番、3番だったり、1番、3番だったりっていう感じで、組み合わせが時々違う時で、まあその時その時の思い出はあるんですけど、でもその中の4兄弟の中で一番優しい子なんですよ。気を荒げたりとかする子じゃなくて、すごく優しい子で、常に笑ってる子で、だからこそ で、もうそいつのあの姿を見ることがないって 悔しいばかりです、本当に。次男と三男で、やっぱ年子だったんで、で、次男に関しては背が大きかったんですよ。ずっと体つきも大きくて。で、3番目の今回だから弟に関してはずっと体つきが幼い時からちっちゃくて。で、それをいつも父親から聞いた話なんですけど、父親にいつも僕は大きくなれるのかなって言って。で、父親いつも、いや、大きくなれるよって。お兄ちゃんたちが大きいんだからって言って。で、いつも背比べみたいなのをしてて。で、自分はその背比べしてる姿をいつも見てて。自分はそういう経験がなかったんで、いいなっていう感じで見てたんですけど。でもそれと、あと、泣き虫なんですよ。ちょっと辛いこととか悲しいことがあると、すぐ涙がポロ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 出ちゃう子で。よく父親にも泣くなっていうふうに怒られてて、あと自分にも泣くなって言って怒られて、もう自分が言ってたのは、まあ、当然、弟が泣けば、親に怒られるのは自分だったんで、どうしても泣かせたくなかったんですけど、でもいつも踏ん張ってるんですけど、涙ポロポロ出ちゃって、いつも親に、お前がまた泣かせたんだろって言って、で、俺はいつも違う違うって言って、いつも怒られた後に、また弟が怒られて、お前のせいで怒られたじゃねえかって言ったら、いつもここにまた眉間にしわ寄せて、うーとか言って、涙を流さないように頑張ってこられてる姿も、もう正直、昨日のように覚えてるっていうか、
だから、その後ですかね、死んでから気づかされたっていうか、親と話したときに、そういえばあいつ泣かなくなったよなって話になって、そうすれば今思えば一番体つきもでかくなったよなってなって、ああ、確かにそういえばな、そうだなと思って、本当は今までは自分が体つきでかくてごつかったんですけど、まあ、それはまあプロでスポーツ選手としてやってたんで、体つきはそれなりに良かったんですけど、自分も弟と同じ癒着事故を起こして、それを機になんか弟がそのスポーツやり始めて、俺もプロになるって俺に言って、そっから体つきも逆転して、兄弟で一番体つきもごつくなって、だから本当に本当に全部これからだったんですけど、本当に何も達成できずに終わっちゃって、だから本当は根は優しい子で、すごい寂しがり屋の子なんで、だから向こうで誰もいないんで、お兄ちゃん寂しいよとか言ったら、もう俺、本当にごめんなって、何もできなくて、助けられなくてごめんなって。お兄ちゃんがもっとなんか変な力っていうか、そういった力があれば助けられないから、ごめん、本当にごめん。だから今回の事故も、自分たちが本当こんなこと起きると思ってなかったんですよ。自分たち4人とも、つい父親には自分の身は自分で守れって、自分が気をつけてても巻き込まれることはあるんだぞって言われて、常にそういうこと言われて、幼い時からそういうふうに育ってたんで、まさかこういうことに巻き込まれるのを思わなかったんで、多分どこの家庭以上にそういったことにすげえ意識を持ってた。で、自分たちは。だから、なおさ、くそ、何もできねえって。だから、残された人間としてできることといえば、こういったことがあったということを皆さんに周知してもらって、気をつけていただく。本当に自分の身は自分で守るっていうのも大事ですけど、それ以上に他人を疑う目も必要だなっていうのも思いました。ちょっと弟のことに関しては、もう話せば話すほどキリがないんで、ちょっとここの辺でちょっと弟について話すのはちょっと終わりにしたいと思います。ちょっと事故に関しても、ちょっとまだ捜査中っていうことで、ちょっと今回の話もちょっと簡単にここで終わりにしたいと思うんですけど、本当に弟と一緒にいてくれた友達の人たち、そして弟の事故に遭った時に救護に回ってくださった人たち、本当に本当にありがとうございます。そしてこのチャンネルを応援してくださった人たちも本当にありがとうございます。皆さんも特に若い人は事故に気をつけてください。結局バイクで事故を起こせば、結局バイクは悪者に見えちゃうんですよ。そういう偏見がついてるんで。でも結局バイクとか車が悪いわけじゃないんですよ。結局乗ってるやつが何かしらのルールを守らなかったせいで、こういうことが起きてるんで。だから皆さんも本当に、路上に出てる方、本当に、安全運転で気をつけていただければと思います。今回のご報告とさせていただきます。本当に弟のこと、そして三男のことを応援してくださった皆さん、本当に本当に本当にありがとうございました。